PA ワークス、株式会社 PA ワークスは、は富山県南都市に本社を置く日本のアニメ制作会社。略称は PA。2000年11月10日、辰野子コプロ出身でプロダクション IG でプロデューサーを務めた堀川賢治がビートレーンの取締役を経て富山県東都並郡上花町で越中動画本舗株式会社ッ地動画本舗を設立。 2002年1月1日に株式会社 PA ワークスに称号を変更した。PA ワークスはプログレッシブアニメーションワークスの略である。設立の経緯は、堀川が家族との約束から富山へ戻る際、地元に制作会社を探しても見つからず、自らスタジオを立ち上げたのだという。設立時、行政側から社屋として廃病院を改築した建物。 南都市企業化支援センターの斡旋や、ケーブルテレビを利用したブロードバンド環境整備などの支援を受けている。また、福利構成の一環として、アニメーターを対象に量を整備している。設立後は、テレビゲームのムービーパートの制作のほか、テレビシリーズでは、プロダクション IG やボンズ制作作品のクロス受けを主とした。2008年、トゥルーティアーズが初の元受け制作となった。 首都圏以外に本拠地を置きながらアニメーションの元受け制作を手掛ける企業の一つである。また、中小企業庁主催の小さな企業未来会議にクリエイティブ産業のコアメンバー一社として参加している。2016年、会社設立15周年を機に東海北陸自動車道上波なサービスエリアに隣接する桜が池ハイウェイをア室ス内の南都市が提供する企業。 有地用地に移転した。以前より手狭だったビル内で、同程度以上の場所や、用地取得を数年前よりしていたがいろんなことが合わず、現在のところが取得できたため、低層階の新築を建てる。取引先にコンピューターゲームメーカーのレベル5があり、同社のパブリッシャー参入作品である、レイトン教授と、不思議な街の劇中アニメの制作を担当した。以降も、 続編のアニメパートや当社としては初の長編アニメ映画も手掛けた。ファンとの交流の一環として2012年より往復はがきを送ったファンに対してその時期に放送されているアニメのオリジナルイラストがプリントされた年賀状春田より初中見を送っている。告知は公式ツイッター上で行われている。2019年現在 富山本社スタジオと東京 P-10 スタジオの2つのスタジオで活動している。富山本社には作画、3DCG 部門、東京 P-10 スタジオには演出、制作部門が置かれている。富山本社では、クリエイター、作画、3DCG が活動しているほか、演出、制作部門の一部が活動している。一方、 東京 P-10 スタジオでは演出、制作部門のコアメンバーが活動している。仕上げ、色彩、撮影、背景美術に関しては外注の専門スタジオに発注している。すべての元受け作品で仕上げを、ステラロード、スタジオロード、撮影を t にスタジオが担当している。背景美術は多くの制作作品で、美術スタジオのスタジオイースターやバンボー。 グリーン、スタジオナヤが担当しており、映画、さよならの朝に、約束の花を飾ろうではスタジオイスターとバンボウが共同で美術制作を務めた。その他、共同クラフト、草薙が背景美術を担当したこともある。美術監督として、エンジェル・ビーツ以降、トーチは製を起用することが多い。トーチが制作作品に参加するときには、トーチが P.A. ワークスのスタジオ内に入り、監督と共に、作業を行っている。また、入社口などの光と影の演出にこだわるために、外注している撮影作業に関しては、当地の方から監督の意向を撮影スタッフに細かく伝え、美麗な背景美術に、定評のある、P.A. ワークス作品を支えている。トゥルーティアーズ、ダリダリといった青を貼る者、エンジェルビーツ、シャーロットといった、 SF 要素のある学園物、花咲く色は、白箱、桜クエストといった、お仕事、く女の子シリーズなど、少女たちが物語の中心となる作品を多く手がけている。初期作、ケニンや、当社初のロボットアニメ、クロムクロなど、ハードタッチのアクション系作品も、若干手がけている。当社は、上記の作品を含む原作のないオリジナルアニメを、得意としているが、 アナザー、RDG レッドデータがある、ウチョウテン家族といった原作のある作品も制作している。中でも、当社初の原作付きアニメである、あやつじゆきと著作の小説、アナザーは、今まで制作してきた作品とは、打って変わって、ホラーサスペンスを題材とする作品であった。当社初のテレビシリーズを挟まずに制作する、オリジナルアニメーション映画として、さよならの朝に、 約束の花を飾ろう。岡田マロ里初監督作品が制作されている。PA ワークスが手掛けている作品には、地方の、とある地域を舞台に展開されているものがある。トゥルーティアーズや、黒むクロは、本社所在圏である、富山県、トゥルーは、南都市、黒むクロは、黒部ダム及び、黒部市周辺、花咲く色ろは,は、石川県金沢市にある、湯ゆ,ゆ温泉が、舞台のモデル、 たりタりは、江ノ島近辺が舞台である。これらの地域に実在するものをモデルにした建物や、街並みが、作品に出てくるため、ファンの中には、聖地巡礼のために、当該地域に訪れる者も、も多くいる。2017年4月から6月までの1クール内で、当社初となる、桜ク,クエストと、宇宙天家族2の2作品が放送された。当社に所属している、 いないにかかわらず、PA 作品に頻繁に名を連ねるクリエイターを記載する。2016年10月頃より所属アニメーターが自身のツイッターにおいて支払い明細書を掲げた上で同社の雇用条件や賃金に対して批判的なツイートを連発。この人物が公開した給与のうち、 最も高額だったのは2016年10月支払い分の67,569円だった。それらが注目されてネット上の各所に情報が拡散される事態となった。本人は自分と同じような不幸な新人を増やさないためにこのような行動に踏み切ったとツイートしている。事態を重く見た同社は11月4日に HP 上にて声明を発表し、 騒動によって関係者に迷惑をかけたことを謝罪した。なお、同アニメーターはすでに退職しており、自身のツイッターも削除されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。